鈴木優子は、女性史研究家。日韓の女性と歴史を考える、会代表。韓国共生併合100年、共同行動共同代表。東京下町生まれ。早稲田大学院文学研究科修士課程日本史学、専攻修了。専門は、女性史及び社会運動史。現在、東京経済大学講師として、日本史を教えている。婦人運動史。 労働運動史日韓現代史慰安婦、フェミニズムジェンダー、天皇政党に関する著書、編著がある。1980年代から日本の婦人運動についての研究を行っており、婦人問題研究家の山川菊江、女性解放運動の指導者、平塚来長、政治家の市川夫妻などを取り上げている。1990年代からは、 慰安婦問題を研究テーマとして自由主義士官に対する批判などを行っている。さらにアナキスト金子文子家人、深山秋の紹介もしている。2007年10月27日、日韓の女性と歴史を考える会を旗揚げ、韓国定身大問題対策協議会初代共同代表の院正し玉が記念講演を行った。また、 2008年4月6日に開催された第1回総会では、京都区総が記念講演を行った。鈴木の著書、慰安婦問題とジェンダー内では、国家が管理する売春システムは、天皇制か国家権力の根本思想だなどと記されており、2010年8月に同庁が韓国で出版される際には、韓国の主要メディアが、慰安婦は天皇制が作った。 性暴力システムと題して、著書の内容を記事で紹介したと通信者が報じている。著作権台帳、資料庫、京都区総、日本の植民地支配の未生産と在日韓国、朝鮮人、慰安婦は、天皇制による、性暴力、鈴木裕子氏の著書が、韓国で出版サーチな。ありがとうございます。